曲あります。よろしく。皆さんこんばんは、
早速ですが、我々、この、バンド名を紹介させていただきたいと思います。このバンド名の紹介だけで3時間練習して大変です。あなたの心の行動に明るく照らす花一輪、僕たち常磐カンテラーズです。これカンテラー分かりましたね。カンテラーって何なんだよって言われちゃって大変です。それでは、いつでも、こんな曲から始まっちゃいましたけどもね、本当にあの気に入らなかったらいつでも言ってください。いつでも変える準備はできてます。ですから今日は普段着で出ました。はい、ありがとうございます。はい、それでは次に、バラードをお送りしましょう。うちのベースマン雷門万事、ボーカルカナリア菊陽、この二人よりデートでございます。君への思い。Oh,
どうもありがとうございます。ずっとワンパターンでやって、もう知らないで過ぎてるんですが、最近新曲というか、なんですかね、20年ぐらいの前の曲を掘り起こして、それで皆さん AKB って知ってますか？わかりました。ずっとあれだったんですけどもね、私も何かの拍子に映画を偶然見たということもありますがね、この子がいいなと言ったら、子供たち周りから絶句されまして、篠原梨乃、僕は彼女一押しです。あ、指原だ、指原だ、篠原じゃない、指原、名前間違えぐらいまだはっきりしないのね、大変なんだ、その彼女のために、今回作りました。彼女が吉間にやってきたらどうだろうなということで、井の花沼の半魚人という曲を作った大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、そんな曲を作って、井のちゃんに僕、ファーストフォトアルブ、フォトブックも買ったんです。嘘ただ言いなしたら、フライデーに阿部さんこれポスター付きですよって言われたんで、じゃあやっべよって、そら400いくら取られちゃって大変だったですね。久しぶりにフライデーなんか買っちゃったんで、はい、ほんでフォトブックが出てるんです。フォトブック聞いちゃったんですよね。鹿島ブックセンター行ったら ないなとか思っちゃった、本当に大変だ、ありますかなんて聞いちゃったりして、子供に頼まれたんですっての顔して、はい、わかりました、つまんない時は言ってくださいね、わかりました。それでは梨乃ちゃんに捧げたこの曲を聴いてください。井の花沼の半魚人、よろぴくん。シャララララララ、
ですが、よく、いろんなところで演奏をしたりして、ご年配の方もいらっしゃるので、必ずこんな、今からやるような曲もやるようにしております。私は元来演歌、歌謡曲、何でも好きなんでございますが、そういった感じで前川清さんに作った曲なんですが、そんな曲はあっからいいっていうふうに断られた曲です。しないでいただきたいと思いますね。ただやってるだけです。だってお前のことこんなにこんなに、だって俺の前から消えてどこに行ってたんだい。避難してたのかい。やっともう一度また巡り会えたんだ。君のために作っていたこの曲を。大丈夫ですか。大丈夫です。すいませんね、こんなムードにさせちゃってすいません。もうすぐ終わりますからね。大丈夫です。じゃあ作った曲を聴いてくれ。お送りしましょう。Dreaming 二人は。
慢してくださってありがとうございました。あと2曲で終わります。甘い言葉とね、本当に、宗教なんかに騙されてますよ、皆さん。中島さんの教育とね、今日やってましたけどね、それでは、まあ、いろいろなことがございましたけどね、本当にこのいわきというところは素晴らしいところでございますので、ね、その本当にこの綺麗な海、この海を見て、本当に作った曲でございます。聴いてください。そっと月夜に。オッケー、ジェニファー。あ、ジェニファー。ジェニファーも生粋の日本人なんです。大丈夫です。リードギター、パノラマ長宗。ベース、雷門万次。ジェニファー、いいよ、やってて。ボーカル、カナリア・キクヨ。仏のマージでございます。はい。あばたでパターン。たとどんどんでいてたら、昔、タヒチとこっちはつながって、ハワイアンセントおめでとうございますね。復興おめでとうございます。あとでラハウズでリリガーって。わお。マハより
単じゃないですからね。良くも悪くも悪い曲があります。よろしくお願いします。この曲も30年前の宴会の時に即興で作ってやっと今回日の目を見ました。皆さんは石川方面に向かって、まあ石川方面というかハワイアンセンターの方に向かって行って、入り口を過ぎて幕井坂というところなんですけども、ね、その先が田場坂という、その時たまたま田場坂というところに住んでいる、知人がおりましたんでね、その田場坂というなんかネーミングがすごく自分でいいなと思って、この田場坂の歌作りたいなと思ったでございますよ。聴いてください。田場坂ベイビーという曲なんですけどね、切ない、この、まあ、男がその彼女のその田場坂まで訪ねていくという、湯本駅から田場坂までの、風景描写を歌で、よく覚えてないんです。よろしく。最初のアレンジはどうすかって80年代のパンクに近いように行くからジャムっていうバンドにあやがって、一応アレンジはやったんですけどね、うまくいかどうか聞いてください。よかったらやってくださいよ。タマサカベイビー、ワン・ツー・スリー・フォWe'll be right back.
よかったらもう会える機会はないと思いますが、どうもありがとうございました。